関東鉄道キハ2300系機動車は関東鉄道の通勤型機動車。2000年から2002年にかけて2両編成5本が新潟鉄工所で製造された。型運転台の車両で電気指令式ブレーキや変速機自動切り替え、駅名案内装置などを装備。基本仕様はキハ2100型に準ずるが、ブレーキについては関鉄発となる。 電気指令式ブレーキを採用して近代化を図っている。エンジンは新潟鉄鋼所製 DM 回 13Hz を採用。全車両、全面、側面の行き先表示器は LED 式である。新生時はドア上部の LED 式車内案内表示器を呼び、ドアチャイム保安装置である EB 装置は設置されていなかったが2004年から伏線区間である。 三海街道以南でのワンマン運転を実施することになり、その対応改造の際に設置された。なお、三次車については、新生児よりワンマン運転に対応している。さらに、上層線の快速運転の開始に伴う、改造工事により、列車線別装置が設置された。主に複線区間を担当するが、単線区間にも朝夕に、普通、 快速列車を問わず幅広く運用されている。ありがとうございます。